どうも、ピープルゲットレディの田尻です。今日もですね、たくさんの商品を売り場に出していきました。その中でもおすすめの商品をね、いくつかピックアップしてご紹介していきます。よろしくお願いします。まずはじめに、エクワックスのね、ゴアテックスパーカーご紹介します。もう大定番のね、冬の一着かなと思いますけど、カモフラージュ柄のゴアテックスパーカー、こちらは88年製、いわゆるね、第一世代の前期型、初期型というんですかね、のモデルになります。ちょっとね、ここのフードの立ち上がりに角度がついている一着になります。コンディションは、外からね、見た感じはほとんど気になる汚れとかダメージ、いわゆる破れもありません。ただね、内側のこの部分に、穴があります。熱でね、ちょっと穴が開いてしまったような感じの穴ですね。ただね、あくまでも内側でも目立つところはそれぐらいかなというところです。着用に際してはね、繰り返しになるんですけど、大きな汚れダメージありませんので気にならないものかなと思います。サイズは日本人の方でもね、結構選んでいただきやすいスモールレギュラーというサイズになりますので、自分ぐらいの、ね、体型とかの方にはぴったりなんじゃないかなと思います。コンディション良好な、エクワックスゴアテックスパーカー、第一世代の前期型になります。おすすめします。続いて、本日のご紹介の中でも、個人的に一押しかなと思うハーレーダビッドソンの、レーシングジャケットになります。ある程度ね、あんまりこう膨らみの強くない、ライトな感じの一着になりますけど、ブラックを基調にですね、ハーレーダビッドソンカラーでフロントからつながってバックまでプリントが入っています。もう本当にね、1枚これ羽織るだけで雰囲気バッチリの一着なんじゃないかなと思います。コンディションに関してもダメージ汚れほとんどありません。もう古着で言ったらパーフェクトと言っていい状態かなと思います。内側の状態も、綺麗な状態ですね。ハーレーダビッドソンの、オフィシャルのタグ、こちらアメリカ製の一着になります。本当ね、これも自分が欲しい一着です。本当に先ほどね、申し上げたみたいに、これ1枚だとね、程よくライトな生地感ですので、内側にね、スウェットなんか入れてこれ上から羽織ってもらうといいんじゃないかなと思います。デザイン性がね、とにかく高い一着です。いや本当に自分が欲しい一着です。はい、続いてこちらのアイテムになります。アメリカ製オシコシュの、カバーオール、ダック生地のカバーオールになります。内側がね、こんな感じで、ライニング付きとなってますので、程よくね、防寒性も、稼いでくれるアイテムかなと思います。全体としてもうかなり、色あせてます。元の色からするとですね、かなり日焼け、また洗いによって色が落ちてますので、本当古着ならではのね、味わいが育って一着かなと思います。ただね、色落ちはあるんですけど、袖周りとか、ダメージが出やすいところのほどけとか、破れもがありませんので、これからもね、まだまだ使ってもらえる一着かなと思います。アメリカ製のね、オシコシュ、サイズは42ですので、L から XL ぐらいの方にお勧めしたい一着になります。もうまさにね、ワークウェアという感じです。お勧めします。
はい、続いてこちらも、先ほどと同じようなねちょっとベージュカラーの一着なんですけど、こちらもアメリカ製ジャンスポーツの、まあ、90年代のアイテムですね、ジャンスポーツの、中綿ベストになります。素材表記がねもうちょっとタグが、ちょっともう見えなくなってるんですけど、おそらくナイロン仕立てで、中はね中綿が入っている印象です。でヨーク部分は、コーデュロイ素材となっています。こういったベストにね多く見られる穴あきもありませんので、状態としては非常にいいかなと思います。サイズ表記は M ですので、まあ自分ぐらいの体型の方がねスウェットの上から1枚羽織っていただくのにはいいんじゃないかなと思います。ちょっとねクラシックな雰囲気が、楽しいアイテムかなと思います。続いて今日なんかアメリカ製の商品ばっかり紹介してるんですけど、こちらももう大定番のねシェラデザインの、マウンテンパーカーになります。アメリカ製のシェラデザイン、割とね最近アジア製造のものも、流通してますけど、まあ、貴重なアメリカ製時代のシェラデザインのアイテムになります。まあ、90年代くらいかなというところですね。で、元の色はねブラックなんですけど、こちらもね程よく洗いと日焼けでね色がちょっとこう白け始めてるという感じですけど、まあ、それが個人的にはね古着っぽくて、まあ、新品のこうちょっとピカピカした感じじゃなくてちょっとこなれた感じで使いやすいんじゃないかなと思います。サイズ表記は S、 アメリカ製の S ですので、いわゆる日本人の M サイズ相当かなといったところです。割とねマウンテンパーカーってこうちょっと大きめに来ちゃうと、まあ、いわゆるカッパっぽさが出ちゃうんですけど、これぐらいのね、タイトな、これぐらいのスッキリしたサイズ感で選んでいただくと、着こなしにも合わせやすい一着かなと思います。アメリカ製シェラデザインのマウンテンパーカーになります。先ほどね言った色あせ、いわゆる黒がねちょっと色が抜けてきてるところ以外は、破れ汚れもありませんので、非常に、コンディション良好な一着になっております。はい、最後の1着はこちら、リアルツリー柄の、ね、ジャケットになります。こちらもね、まあ、ハンティング系で有名なゲームウィナーというブランドの、リアルツリー柄になります。サイズ表記はね XXL、結構大きめなアイテムなんですけど、この辺はほんとスウェットとかね上から、結構ざっくり大きめね被ってもらうとかなり雰囲気いいアイテムかなと思いますので、選んでいただきやすいサイズかなと思っております。状態としましては、いわゆる使用感はねそれなりにあるんですけど、まあ、リアルツリー柄ですので、そこまでね汚れもあまりもともと気にならないアイテムですので、パッと見の印象はすごく綺麗な一着です。ただですね、後ろにフードが取り外せるようになってるんですけど、後ろスナップボタンの、こちらオスの部分がちょっと取れちゃってますので、まあ、残りの 1,2,3,4 箇所かなありますので、フードが取れるってことはないんですけど、まあ、ダメージとしてはそこに1点ございます。ここ数年、冬の一着としてねこのリアルツリーカも個人的に一押しというかおすすめしてるアイテムですので、今回のこのアウターもねぜひ選んでいただきたいなと思っております。結構中もねカレッジ系の、シンプルなねスウェットなんか入れていただいて、もともとねこのリアルツリーが持って存在感がありますので、内側はねベーシックなグレーのスウェットなんか入れてもらって、ちょっと程よくバランスをとってもらうと意外にね着こなしに使いやすいアイテムかなと思います。女性の方でもねこのリアルツリーがもう結構可愛くなりますので、ぜひご検討ください。このサイズはね女性の方にはちょっと大きいと思うんですけど、これ以外のサイズも店頭にたくさんご用意しておりますので見に来てください。
はい、こんな感じで今日もおすすめの商品をご紹介させていただきました。いよいよね、もう今年はなんかね、明日から寒くなるよっていうのをね、みんな何回も、お聞きして、こう明日から寒くなるよ詐欺がね、横行してる気がするんですけど、熊本もね、昨日から雨が降って、いよいよね、ぐぐっとこう気温が下がってくるらしいので、お出かけの際はですね、あったかいアウターを羽織って、遊びに行かれてください。People Get Ready でもですね、どんどん冬の一着ご用意しておりますので、チェックしに遊びに来てください。本日もご視聴いただきありがとうございました。